めたどうもそうじゃないそうですということで、ついにこの日がやってきました。生田絵梨花卒業コンサート2日目でございます。はい、ということでね、もうめちゃめちゃ晴れてるんですよ。雲一つない青空ということで、まあ、昨日はね横浜で雪が降って、で今日はこの青空ということでね、まさにねこの生ちゃんの卒業を祝ってるかのような生ちゃんの卒コン日和のなんですけども、1日目はね配信で見たんですけど、この2日目はね現地参戦ということで横浜ね来て、今ね生ちゃんの卒コンの会場である横浜アリーナに向かってるんで、もう今日はね一日楽しんでいきたいなと思います。じゃあまたね横浜アリーナ着いたら動画撮りたいと思います。はい、ということで横浜アリーナ着きましたね。こんな感じで今ね10時半ぐらいなんですけど、なんでこんな早く来たかっていうと、グッズにねグッズを買うということで、もうすでに結構人並んでるんですけど、今からグッズ物販並んでグッズ買っていきたいなと思います。あ、ここか。シリは変わんで、こちら通路になりますので、もう少しご移動お願いします。ありがとうございます。はい、ということでね、この長蛇の列に並んでグッズ買ってきました。まあ、会場の中を通っていって、ここがねグッズの物販の会場の中の雰囲気ですね。で、まあ、あとはねグッズ、いくちゃんの卒コングッズがこんな感じで展示されてたり、実際のねグッズが展示されてたりとか、またいくちゃんのねポスターが展示されてたりしました。はい、ということで今ね物販並んで2時間半ぐらいですかね、10時30分ぐらいから並んで、まあ、そっからずっとめちゃめちゃ並んでね、で買えたのが1時半とかだっけ、1時半ぐらいだったんですけど買えましたね。まあ、東京ドームの時よりも長かったんで結構疲れたんですけど、ちょっと買ったものね、さっさと紹介したいと思います。まあ、まずはこちらですね。はい、いくちゃんの卒コンの T シャツ買いました。まあ、これやっぱねいくちゃん卒コン来たんで買っときたいなっていう、まあ着ないんですけど記念にね買っときたいなということで買いました。で、あとはこれです。これ今かけてる、はい、この逆さじゃないか、こっちですね、この個別マフラータオル、アスカちゃんの個別マフラータオル買いました。今回のデザインいいっすよね、おしゃれでめちゃめちゃいい。これをねライブで掲げたいなと、まあ、掲げるシーンあるか分かんないけど、これライブでね、これから使っていきたいなと思います。っていう感じで、ね、今回買ったのはこの2つっていうことで、東京ドームと一緒じゃないかっていうね、僕毎回 T シャツとねマフラータオル買ってるなっていう感じなんですけど、まあ、今回も、この2つを物販並んで買ってきました。はい、でね、まあ、グッズ買った後はね会場をブラブラしたりしてて、まあ、こんな感じでね横浜アリーナの前で写真をね、さっき買ったマフラータオルを掲げて写真を撮ったりしました。あー、すごい斜め、あー立てた、あーすごい立てた。あと顔死んでない、目がめちゃめちゃ死んでないですか、大丈夫ですか、目が死にすぎてないですか。まあこんな感じでね写真撮ったりだとか、まああとはね今回はその横浜アリーナのは会場の中にねこんな感じでのぼりがありましたね、おなじみの名前ののぼりです。ということでこんな感じで会場入る時間になったんで入っていきたいと思います。はい、ということでね、これ会場の中に入ろうとしているところなんですけども、今回ぐちゃぐちゃでした。もう人多かったってのもあるんですけど、荷物チェックとか金属探知機とかもめちゃめちゃドタバタしながらね会場の中にね入りましたね。そして会場の中に入って、はい、こちらこんな感じでお花がずらりと並んでました。まあ、乃木坂46が出演しているね、乃木坂46のメンバーが出演している企業とかメディアからのお花がずらっとね並んでましたね。まあ、いくちゃん卒コンなんで当たり前ですけど、こういくちゃんへのこうお花が多かったかなと思いますね。まあ、ショールームとか、まあ、カップスターとか今映ってますけども、こんな感じであって、まあ、あとこういうね企業とかこうメディアの以外にも会場の中にはねファンの人からの花束もありました。バルーンとかね、もうすごい凝ってるものがめちゃめちゃあってね、まあ、ちょっと急いでたんですけど、会場の中で結構時間なかったんで急いでたんですけど、急いでた中でもそのファンの人のねお花とかもめちゃめちゃ感動してましたね。うわすごいなっていう感じでね感動してました。で、このお花も綺麗ですよね、もう本当に綺麗、お花がこんなに並んでるんだよ、すごくないですか、この紫のなんでめちゃめちゃ綺麗ですよね。すごいいろんなねお花があって、まあ、いくちゃんのこのカラーである黄色とかも結構多かったかなっていう感じがしますけども、まあ、こんな感じでね
いやすごいですよ、こんだけの、ね、乃木坂メンバーが出演しているってことですから、雑誌とかねテレビ番組とかラジオとかね、すごいですよねこれは。まあこの動画では ないですけど、バナナマンさんからのとかもね、あったみたいです。あ、ハマスカ放送部ある。